さあ、というわけでメリケンパークという場所にやってまいりました。はい、あのね、分からないです本当に。あの、何があるのかとか全然分かってないんだけど、それと神戸のメインの観光地、はい、おお、あれだ、あれ見ました、レゴランドで。神戸だったら俺はあれは確認するんで、あれだね、あれが神戸のポートタワーで、あの左のやつが俺はジェットコースターかなと思ったけどちょっと違うみたいだね。メモリアルパークか。大震災のもろもろに食らったのがこの、メリケンパークというか神戸という町なんで、ここは結構あの復興のモニュメントみたいな意味でもあるとは。阪神淡路大震災のか、ね、ここは。ってことはじゃあこれとか、この辺は全部震災のやつか。そう、このまんまを残してるんです。まだ行けてないけど、後々東日本もちょっとね行ってみたいなとは思ってるけど、いやでもね、よろしくないね、この辺のゴミはどう考えてもその時代のものではないので。かわいい、かわいい、おはよう。